皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説ということでレッグカールの解説をしていきます。下半身を鍛えるトレーニングの中でも特に重要なのがこのレッグカールだと私は思ってまして、スクワットのようないわゆるコンパウンド種目だとどうしてもですね前ももの大腿四頭筋を中心に使ってしまうので、コンパウンド種目だけだとももの裏側のハムストリングがなかなか鍛えられずにバランスが悪くなってしまうので、アイソレーション種目で、バランスをとってあげるというのが非常に大事になってきます。そして今回は座ってやるタイプのレッグカールの解説をしていきます。背もたれの位置の調整なんですが、座った時に膝の関節が回転軸と同じところに来るように調整をします。で、調整していただいたらしっかり背もたれに背中をつけた状態で曲げて戻す、曲げて戻す、もう単純ですね、曲げて戻すという感じでやっていただきます。ただし疲れてくるとお尻が上がってしまったり、体がしっかり固定できてないとやってる間にだんだんですね腰が前にずれてきてしまう場合がありますので、体を固定した状態で動作ができる重量を選んでやるようにしてください。つま先の向きなんですけども、基本はまっすぐまっすぐにして立てておきます。この状態でやっていただくのが基本です。まあ、やりやすければちょっとハの字にしていただいたりとかしていただいてもまあ構いませんけども、まあ、基本はまっすぐで立てておくというのが基本です。はい、今回はですね座ってやるパターンのシーテッドレッグカールのやり方を解説させていただきました。他にも知りたい種目があればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。